霞ヶ浦の歴史、霞ヶ浦の歴史では、霞ヶ浦に関する歴史を象述する。今から一つ前の間表記、約十二万年前の下末吉海進と呼ばれた時代、霞ヶ浦の周辺は、関東平野の多くと同じく古東京湾の海底であり、七万二千年前頃の最終表記の始まりとともに徐々に陸地化した、考えられている。その後、南大山、那須岳。 富士山などの火山の活動期、関東ローム層の形成を経て、2万年前には、陸地下と共にできた川筋によって、鹿島、舐め方、稲敷、新張の各地が分割され、現在の霞ヶ浦の地形の基礎を形作られたという。1万数千年前からは、徐々に温暖化が始まり再び海面が上昇、いわゆる縄文海進。 このことによって定地がコキヌ湾と呼ばれる海の入り江となったとされる。現在霞ヶ浦周辺で多く見られる海塚は、この時期に形成されたと考えられている、アイネゴ系の由来を持つと考えられている地名などが点在している。4世紀から7世紀にかけて、霞ヶ浦周辺でも古墳が築造されるようになり、当時の山王権と手を結ぶような勢力を持つ豪族が現れるようになる。 七百二十年代に書かれたという、日立国風土記によれば、霞ヶ浦は場所によって、篠田の流海、高浜の流海、佐賀の流海、行方の流海、鹿島の流海、香取の流海など、流れ海と呼ばれていた。また、いい、いわゆるなめたの海なり、見る、および、また、塩を焼く、もせう。すべて、海にあるぞ、草草の魚は、はじめするにたかちふべからず。 行方群との記述があり、塩を生産したり、多くの海水魚が生息するような内海であったと考えられる。日立国風土器の時代に内海であった霞ヶ浦は、その後の絹川や古海川による大積の影響から、海からの海水の流入が妨げられるようになって、淡水が混じり始め、寄水湖としての性格を強めていったと考えられている。固定の調査によって、 奇水域で生息する大和しじみの貝殻が15世紀から16世紀頃に大量に堆積していることが分かっており、当時の霞ヶ浦が奇水湖であったことを物語っている。平安時代末期から室町時代にかけての香取神宮文書や鹿島神宮文書には海夫と呼ばれた人々が記されている。それによると、海夫はカト社や鹿島社大宮寺の支配下にあり、 震災物を治める代替として、漁業や水分などの特権が認められていた。鹿島と香取の両者は内海であった霞ヶ浦の扇のように位置しており、物資の集産地であった他東国を代表する神社としても名であった。さらに、海夫が活躍した頃の航海は、自然の脅威や海賊の襲撃などの危険が多かったため、航海の安全を守る鹿島。 カトリの両者への信仰が高まり、海夫たちと深く結びついたという。一方、中世には、日立大城市が日立国府の大城職を世襲。職名を名字として、勢力を拡大していき、戦国時代まで、各文家が霞ヶ浦周辺を勢力下に置いている。また、南北朝時代には、北畑地下房が南朝方建て直しのため数年にわたり、 霞ヶ浦が周辺で激しい戦いを繰り広げた。その攻防の背景には戦術の海夫の存在があったと考えられている。戦国時代、霞ヶ浦が周辺では、守護の佐竹氏、関東関領の上杉氏、小学坊の足利氏、そして後北条氏が覇権を争ったが、北方の佐竹氏が勢力を軟化させ、1591年に佐竹義信によって、 他の地元領主が誘殺され、周辺域を掌握している。江戸時代に入り、後に、利根川当選事業と呼ばれる一連の河川改修の結果、利根川の水は、霞ヶ浦方面にも流れ出すことになった。このことで、利根川を遡り、江戸川を経由して、江戸に至るという関東の水運の大動脈が、開通する。当時の技術水準においては、 水運の方が陸運よりも格段に効率よく物資を運べたため、河川は大小を問わず水運のルートとなった。霞ヶ浦周辺からは、米はもちろん、筑波山麓の木材や土浦の醤油、石岡の清酒など、流域の産物を江戸へと送る流通観戦となっていた。このほか、霞ヶ浦や利根川は、東北地方からの物産を運ぶルートに持っていたため、 高層半島周りの回路よりも安全性が高かった高浜、土浦、鉾田、大船津といった歌手と呼ばれる港は大いに繁栄した。一方、霞ヶ浦や、利根川沿いの停湿地の開発は近世に入ってからと言われる。徳川家康が、赤八州に違放された1590年頃から、今の北利根川と利根川に挟まれた16島と呼ばれる地域が開発さ。 それ以降、利根川当選事業と共に絹川や湖海、川下流域、新トネ川の改作とその周辺の新田開発などが大規模に行われるようになっている。水運や開発という恩恵を霞ヶ浦周辺にもたらした、このトネ川当選であるが、1783年の浅間山の大噴火が一つの天気をもたらす。 集落を全滅させるなど死者2から3万人を出した。この噴火による大量の火山灰は、天命の大基金の一因となったと言われるが、同時に利根川の川床を堆積によって、急激に上昇させ、利根川、特に江戸川分岐点より上流の水害を激化することにも、つながった。これに対し、幕府は、江戸川への流入量の制限や川の拡幅によって、調子方面へ流れる、 水の量を増やす工事を行う。これが結果として、トネ川の霞ヶ浦を含むトネ、ね、川下流域に洪水を追いやり、水害を深刻化する原因となる。結局、大規模な春節によって、この浅間山噴火の影響が取り除かれるのは、明治時代後期に、手からである。また、浅間山の噴火は川床への堆積を招いて、海水の流入を妨げ、河川回収による、 トネ川上流からの堆積量の増大も、霞ヶ浦へ流入する海水を少なくすることに、貢献した。また、当時は商標期とも呼ばれる、冷涼な時代で、海水面が低下していたことも、同様に一層の炭水化を促すものだった。これらの結果、生息する魚介類も、海水から、気水、炭水に生息するものへと変化。漁業も現在のものに近い若サギや、 恋船などを対象とするものが定着していったと考えられている。明治政府は本来の流路に近く川床勾配もきつい江戸川を利根川主流にしようとする江戸川主流論などの影響もあり、すぐには水害が激化した利根川の治水方針を明確にできないままであった。しかし、足尾鉱毒事件が発生し、田中正造らの活動によってその被害が つまびらかにされていくにつれ、霞ヶ浦や長子方面を利根川主流とする方針が明確になる。当時、政府は道の産出を止めることはできず、なおかつ人口密集地でもある、東京方面の被害拡大は避けねばならなかった。そのため、利根川主流を長子方面に定め、より多くの水を流化させる方針が固まるのである。この方針は結果として、 霞ヶ浦の治水対策を強化していく事情につながる。明治後期に始まった、この大規模な利根川水系の河川改修は、横利根川に横利根高門を建設するなどして利根川と霞ヶ浦水系分離するもので、利根川との合流点を現在の日立川水門、逆水門がある地点まで引き下げて事業は1930年に進行する。しかし、 1938年6月に、霞ヶ浦の近代地水史上最大の大洪水が発生する。昭和13年の洪水として人々に記憶される、この洪水は、霞ヶ浦から利根川に合流する水路の排水能力不足が原因となり、霞ヶ浦は1ヶ月以上も淡水する結果となった。この洪水で土浦市では市街の大半が浸水。 十数日も濁流が停滞したために、赤痢等も発生した。さらに1941年には、再び大規模な洪水が発生。完全に水が引くまでには2ヶ月もかかった。この時の洪水は、利根川上流部で大雨が降り、その結果起きた利根川から霞ヶ浦への逆流が原因になった。これらの二度にわたる大洪水は1939年に寄港された。 利根川増補計画の教訓となり、日立利根川と利根川の合流点に逆水門を建設し、新たに西の浦から外な坂浦を経由し、鹿島灘に直接排水する霞が放水路が計画されることとなった。しかし、この計画は太平洋戦争が勃発したため、ほとんど工事が行われないまま戦後へと引き継がれることとなる。明治に入ると、トネ川水系に、 蒸気船が就航し、霞ヶ浦にも間もなく航路が開設されるようになる。航路には10社以上の船会社が参入したため、会社間の競争は激しく、各社は、県縁の中で、狭い水路で出会うとわざと船を衝突させて、船員同士が喧嘩を始め、やがて乗客を巻き込んだ大乱闘に至ったことも、あったという。当時は、土浦や高浜、鉾田などから、調子、 調子から東京に船で行くルートなどがあったが、1886年12月に、日本鉄道土浦線、現在の常磐線が、土浦駅田端駅間で開通。それまで、都心まで一泊二日かかったところが2時間の所要時間に短縮された。また、翌年に、東京駅調子駅間で、総武鉄道、今の総武本線が開通すると長距離航路は、急速に減衰していき、 水分は、霞ヶ浦ととね川下流域を結ぶ、単、中距離航路へと性格を変えていった。太平洋戦争中には一部の船が徴用され、便数も激減したが、戦後になって復活している。大徳猛やハエナーなど極魚法のほとんどは、江戸時代に生まれたものとされるが、有名な、保衛船による、保引量は、明治時代初期に考案されたものである。 保引漁は1885年頃に白魚の漁獲を目的に創始されたと言われ、1889年頃に若杉用にも改造された。保引漁は風の力で網を引くため、風のない時は創業できなくなる。当初は規模も小さかったが様々な改良がなされて霞ヶ浦に広く普及し、1966年頃に トロール漁が登場するまで霞ヶ浦を代表する巨峰となった。なお、霞ヶ浦のうち北浦では乱獲への警戒などからトロール漁の解禁が遅れたため、1980年代までは創業していた。現在では春から秋にかけて保引船を観光用に運航している。近代に入ってからは第一次世界大戦に禁する。 食料を不足や米騒動を受けて1919 19年に開墾助成法が制定される。それによって観客事業が推進され、1920年代から1930年代を中心に多くの観客事業が行されている。ちょうど日本の産業化が進むことで食料増産の必要性が高まる時期でもあったと言える。1916年。 現在の茨城県土浦市及び網町の湖畔一帯に大日本帝国海軍の航空施設が建設され、霞ヶ浦は日本の近代軍事史及び航空史上において重要な役割を担うこととなる。その後の飛行船や航空機といった航空技術の向上とともに航空戦力の重要性は高まり、規模は次第に拡張され、 霞ヶ浦海軍航空隊が設置された。軍事施設の周囲は霞ヶ浦の水域を含めて立ち入り禁止とされていたが、取り締まりの危険を犯して漁をする住民もいた。1929年8月19日には、当時世界最大の飛行船だったドイツのゼッペリン白号が世界一周中に霞ヶ浦航空隊に寄港。この時は、 上野から土浦への臨時列車が運行されるなど、東京からも見物客が仕寄せ、監修は30万人に及び、君はチェッペリーを見たか。という新聞の見出しが流行語になったと言われている。この当時、霞ヶ浦航空隊には、第一次世界大戦、ベルサイユ条約に基づくドツからの戦利品である、飛行船用の巨大格納庫があり、湖畔にあるため、見晴らしがよく、 風も穏やかで航行の条件が良かったことから飛行地として選定されたという。この格納庫は戦後解体されたが飛行船開記念碑の東南東にあった。また、1931年8月には大西洋単独無着陸飛行を初めて成し遂げたチャールズ・リンドバーグ夫妻が北太平洋航路調査のため来日、26日に霞ヶ浦を訪れた。 土浦市によれば、この頃の霞ヶ浦は外国機が次々と飛来し、世界的空港と謳われていたとされる。一方、霞ヶ浦航空隊は日本最大の航空戦力の施設として発展し、旅館連の訓練学校も設置された。太平洋戦争開戦の頃には陸軍でいう旅団規模であり、大佐、または少将が隊長に就任していた。 後の連合艦隊司令長官や海軍次官となる山本五十六が大佐時代に航空隊の副長や航空学校教頭であったことでも知られており、現在でもそれにちなんだ銅像がある。終戦後、軍事施設の面積は縮小され、その後には陸上自衛隊霞ヶ浦駐屯地及び関東補給所、航空学校霞ヶ浦校や土浦駐屯地及び武器学校がある。 廃線後、戦前に計画された霞ヶ浦放水路計画は、川口維持の難点や公費を理由に、既存の北と根川や日立と根川の拡幅と、春節によって拡張し、逆水門を建設する案に変更された。これにより、1948年から、春節工事が着手される。しかし、このことによって海水が流入しやすくなり、昭和33年円街など霞ヶ浦の、 周辺域では農作物被害などの塩害が顕著に発生するようになったことが、日立川水門、通称逆水門の建設を強く促進した。日立川水門は当初から寄水性のマトしじみが生息できなくなることなどから特に漁民の強い反対を招いてきたが、水門の完成によって霞ヶ浦の淡水化は決定的になった。一方、 当時の日本は1960年に国民所得倍増計画、1962年には全国総合開発計画が策定され、高度経済成長の最中にあり、それに伴う霞ヶ浦への離水上の要請は、霞ヶ浦開発事業へと発展することになる。霞ヶ浦開発事業は、広域地域開発と首都圏の長期的な水需要のための離水と治水の目的で行われ、 1968年に建設省によって着工され、1971年に水資源開発公団が事業を継承。以来25年の歳月をかけて1996年に総事業費約2864億円で完成した。また、この他の霞ヶ浦での水資源開発の大きな事業は、霞ヶ浦導水事業や霞ヶ浦用水事業が挙げられる。 霞ヶ浦導水事業は、中川の下流部と霞ヶ浦、利根川を巨大な地下水路で結ぶ計画であり、1984年に着工。2000年春工の予定であったが、完成には至っておらず、さらなる期間の延長と事業費の投入が行われている。また、霞ヶ浦用水事業は、霞ヶ浦から筑波山をトンネル水路で通過し、つくし湖。 南市を調整地を経て、茨城県南西部へ灌え用水や都市用水を供給する事業で、1994年3月に総事業費約895億円で完成している。これらの一連の事業は、鹿島臨海工業地帯の開発や、筑波県究学園都市などの開発事業や、首都圏都市域の拡大と人口増加を背景にした水資源開発の要請と、 連動しつつ行われきたものである。戦後の混乱期を経て、市民生活が落ち着いてくるとともに、水運は単なる住民の移動手段から、水泳や水橋などの観光航路としての性格を持つようになる。しかし、1960年代から霞ヶ浦の水質汚濁が進むことで水泳場が閉鎖されていき、さらに自動車、道路の普及に伴って水運は衰退。 1975年には、最後の中距離航路が廃止された。その後は、筑波科学万博時に一時的な復活をするものの、すでに廃坑になっており、本格的な水運の復活とはなっていない。これらの中距離航路の他に、霞ヶ浦の各地では、都線が存在し、人々の足を担ってきた。比較的最近まで残っていたものとしては、 霞ヶ浦市柏崎と行江市浜の間に就航していた県営都線出島無料が挙げられるが1988年に霞ヶ浦大橋が開通し廃止となった。また産業としての水運としてだけでなく道路などが未整備だった時代には霞ヶ浦の周辺では個人が船を所有し物や人を運ぶのに欠かせない存在であったことも忘れてはならない。 特に、カトリ市北部の16島と呼ばれる地域においては、それが顕著であった。むしろ、陸路は、ほとんどなくエマ、エンマと呼ばれる細かい水路が、縦横無尽に入り組んでいた。稲作のためだけでなく、日常生活の移動にも船が使われ、どこの家にも、必ず船があった。こうした生活が、いわゆる、水橋と呼ばれる、独特の景観を形作っていた。 1960年頃の資料によれば、主に漁獲されていたのは、ワカサギシラウをウナギシジミ、タンカイ、カラスガイエビイサザアミハゼフナスズキタナゴコイといったもので、豊かな淡水性の魚介類はもとより、スズキなどの寄水域に生息する魚もよく漁獲されていたが、これ以降、霞ヶ浦の漁業は大きく変化していく。戦後の1948年に始まった日立。 トネ川の改策などの治水対策は、洪水時に、霞ヶ浦からの排水を良くする効果をもたらしたが、逆に平時の海水の流入も手やすくし、霞ヶ浦は、気水湖の性格を強めることとなる。しかし、それによって、農業では、塩害が頻発するようになり、その対策の一環として日立川水門が設置される。水門自体は治水と利水の両面の目的をっている。このことによって、 霞ヶ浦は、海とのつながりを遮断され、淡水化への道を歩むことになる。その結果、スズキなどの寄水魚やうなぎなどの生活史の中で海から、遡上する魚が減少し、それらの漁獲も減っていく。また、1960年代後半にはそれまでの、保引量に変わり、効率の良いトロール漁業への転換が進む。これは一時的にワカサギの漁獲量を増加させるものの、 資源の枯渇を招き漁獲量は減少していくことになる。また、しじみ以外の単海と呼ばれる、淡水性の海類も1970年前後に漁獲が激減。1975年には、寄水でしか生息できない、大和しじみの漁業権の保障がなされた。それとは、対照的に若サギに食われる存在でもある、エビハゼ類の漁獲が増加していく。この頃は、 経済成長が進むのと時を同じくして霞ヶ浦の不栄養化が進行し、青子の発生や養殖鯉の大量死などが発生するようになってくる時期であるが、1970年代の漁獲総計は1万3000から1万7000トン前後の高水準で推移する。しかし、1980年以降の漁獲量は急速に減少する一方となる。この減少傾向は、 ほとんどの漁獲種で共通していて、1990年代には、しじみがほとんど姿を消すようになる。そして90年代後半には漁獲総計が70年代の1、5程度にまで減少するに至った。漁獲の内訳を見てみると、比較的エビの量の減少幅が少ないために、全体に占める割合が増加していくのが特徴的である。近年のこの減少の原因としては、 水質の変化によって発生する、プランクトンなどが変化し、資料を減少させていることや、築地などの開発や透明度の悪化などで、自然古岩、古岩植生が失われ、産卵場や、稚魚などの生育場所の消失してしまったこと、ブラックバス、ブルーギルペヘレーなどに代表される異入種との生存競争等が考えられている。1945年に、 外地からの引上げ者や失業者、農家の次男房、三男房対策、食料増産のため、政府が緊急干拓事業実施要項を制定し、大規模な干拓が国営、県営で実施される。しかし、最後の干拓地であった高浜入り干拓は、米の余剰や自然保護を求める声に加えて、山口武秀らの指導のもとで、地元漁民らの激しい反対運動にあい、 漁業権の保証金が支払われたまま1978年にこと上の中止が決定している。1964年3月8日の衆議院予算委員会では山本静彦警察庁警備局長が46年以降極左暴力集団が中に介入してまいりまして、これまで39件に及ぶ施設あるいは建物の破壊、人命に対する攻撃というようなものが行われて、 検挙者も34名出ておるという状況でございますし、2月においてもかなりの数の極所の集団がそれぞれの施設を攻撃する、こういう状況でございますと答弁している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。